皆さんおはようございます西涼平です今日は12月11日日曜日ですね、えー、ゆっくりお過ごしいただけてますでしょうかはい、えー、昨日はね駅袋、えー、の方で講演会があ,ありましたというところでライブ配信の時にねちょっとお話しさせていただいたんですけども、えー、講演会の時に 気づいいいてる人だけでいいとあの僕の耳元でちっちゃく「例のものありますか?」って聞いてくれたら「あのお渡ししますよ」っていうのが一体何だったのかっていうのが気になってる方がいらっしゃると思うんですけども一体僕が何を渡したのかその正体はじゃんこれです <laughs> まあ大したものじゃないって言われたらそうかもしれないんですけどもこれはまあ見てわかるようにこれ実はウサギなんですよねウサギ。うさぎ まあ来年のうさぎ年にかけて、まあ、折り紙でうさぎを作ったんですが、まあ、これにはちょっといろいろと訳がありまして <laughs> まああのー、よく折り紙っていうと千、まあ、バズルとかっていう、えーまあ、病気の回復だったり願いを叶えるためにっていう意味合いを込めた上で、まあ、甲子園球児とかね千バズルっていうものをよくあの渡された上であの飼っていくたんびに千バズルを渡されてとかいうのがあったりとかするんですけどもまあこれはですね実はうちの子供がおりました。 あの娘にお願いしていや娘にお願いしたのは、えー、純粋無垢な存在だからですもちろん僕もちょっと折ったんですけども、えー、まあ折り紙も好きだしっていうことでうさぎを掘ってっていうことで、まあ、一つのポイントとしては、えー、もう 純粋無垢なうちの子供たちに、えー、これを手にしたら人が幸せになる、ね、その上で人が元気になってほしいっていう思いを込めて折ってほしいっていうことで、えー、気持ちよく会ってくれたっていうのが、まあ、何枚か何枚というか、まあ、今回私たちのほとんど娘たちが折ってくれたんですけども、まあ、それが一つと「来年2023年」っていうのはうさぎ年です。なのでうさぎのもの、まあ、例えば携帯の画面をうさぎに変えるとかキャラクターでもいいんですよとかあとはそうですね、えっと、玄関にうさぎの置物を置くとか前回もお話し,しましたよね。 とかギ、まあのものっていうのもの自体が来年ギっていうもの自体が良い流れを運んでくるっていう意味合いがあったりするのでまあ、開運とか運気上昇とかっていう意味合いがあったりするので、まあ、こうやってギのものを持ち歩くといい流れが来ますよっていう意味合いでギを追ってくれるこれが2つ目でまあうん僕もね実はそのライブ配信の前にちょっとた話しててあのー 何をプレゼントしようかなって思った時にもう100万円の帯はいいもんなと思ってて結構お渡ししたしなんかいいもんないかなと思ったらもう年末で来年に備えたんであの折り紙なんてどうだっていう話をされたんです折り紙って言って折り紙なんだって言ってそうあのー、まあさっき言った通りうさぎ年だからうさぎのものがいいのもそうなんだけど折る紙っていうもの自体がまあ何なのかっていうと祈り紙 っていうところで言葉をかけてうちの師が話してくれたんですけども「祈り」っていう字と「ね、おる」っていう字って一つ横の字が違うだけなんですよね。まあ、底辺とあの字だけで変わってくるんですけども「まあ、祈り」っていう字はこう人が足を組んでこうやってやってる字から作られてる字の一つだとかいう話の説がありますけども、まあ、今までもずっと言ってきた通おり「まあ、願う」そして「叶える」そして「祈る」っていうのは違うと「祈るとは感謝だよ」っていうことを分かった上で 感謝の意味を込めた上で、神、神,神様の神ですねあの。神の神にかけて、神を折るっていう思いを込めて、えー、人の幸せ、その思いを込めた上で、祈りを込めて、神を折りなさいっていうことで、えー、あそれいいなと思った上で、じゃあ、やろうって思ってやったんですけども、僕がなかなか手先が不器用でして、あの字を書くのも苦手、折り紙してもガチャガチャ、娘が上手くて、 これよく考えたら、うちの子たちにやってもらった方がもう結構いいんじゃないかなと思いながら、僕も一緒にやりながら、まあ、僕も作りましたよ。作りましたけど、やっぱ娘が作ったら圧倒的に綺麗なんですよね。まだ小学生ですけども。で、ここに、えー、ちょっとダジャレがないんですけど、ここに何て書いてかというと、じゃん。か <laughs> なうということで、えー、ちょっとダジャレがひ効いてますかも、効いてるかもしれないけど、まあ、叶えて、うさぎ年っていうことで、かなうっていうことで、 これを書いて、えー、お渡しさせていただいたんですけどもこれはねもちろんあの僕がどうこうとかうちの子供がとかじゃなくて皆さんもね、えー、普段お世話になってる人だったりとか子供たちっていう子たちに対して自分で折り紙来年のうさぎを折ってあげて。 まそこにメッセージももも書いいいててあげてもいいかもしれませんこれを1年間持っておくとあなたの流れが良くなるよそしてあなたにもいい流れが来るよっていうことでまあ前にもお話した通りお守りっていうもの自体は1年間それを守り抜こうこれを守り抜こうって思うことで人は自分一人だけだ,だけだとなかなかねそれ以上の力を出さないんだけど何かを守ろうとする時自分の持ってる以上の力を発揮することができる。 だからこそ神社で神様の一部を預かって1年間たったら返しに行ったりとかもちろん今回お渡ししたこのお守りは返す必要ありません一生をかけてね皆さんがお守りしていくって考えていく僕の気持ちも入ってます皆さんお守りしたいと思うねそして皆さんの運勢が良くなってほしいっても気持ちも入ってますし皆さんこれを持たれた人たちが自分の運をまた上げていくにあたってこの 守守りををっていいここうっていうと意思を持つことで自分の持ってる以上の力を発揮することもできますよっていうことも、えー、意味合いとしては込めた上で、えー、この折り紙をね、えー、作ってプレゼントさせていただきましたけどまあなかなか数がね10ちょっとぐらいだったと思うんですけどももうなかなか間に合わなかったので、えー、と気づいて例のもなりますかって人だけにあのお渡ししたんですけどもこれは、えー、皆さんもねできることなので、えー、折り紙この折り紙結構ねネットで調べたらいっぱい,い出てきます。ただ一番これがなんか あのー、シンプルで分かりやすくて財布にもパッて収まるかなっていう感じだったので、まあ、耳のところ耳のところ邪魔だなよく考えたら <laughs> までもしょうがねえな,な、まあ、そんな感じでこの耳のねうさぎちゃんのこの折り紙を皆さんにプレゼントさせていただきましたっていうことですね、はいえー、そういう思いを込めて作ったので是非皆さんもね、えー、作ってみて誰かにお渡ししてもいいんじゃないのかなと思ったので、えー、今日はこの話をさせていただきましたということですはい えー、桜先生あのね本当思ったんですけど桜庭先生からな,なんか変な質問じゃないんだけど「今日はね僕からお題があります」って,ってサロンで言われて「珍しいな」と思って今までで一回もなかったので「いや何ですか?」って聞いたら「もし僕が誰かと入れ替わったら誰かと入れ替わってその人の人生を歩まなくちゃいけない」となった時「あなたはもう占いというスキルが使えない」と。 開運アドバイスとかっていうスキルが使えない状態であなたは何をしますかっていう質問されたんですよ。面白いなと思ったんですけども即答でね僕はねたこ焼き屋さんって言いました。<laughs> たこ焼き屋さん、たい焼き屋でも別にクレープ屋さんでもサンドイッチ屋さんでも何でもいいんですけどやりますって言ったらええんってな感じで言ってて多分あのお金儲けができる何かっていう方法の入り方としてはもう何でもいいと思ってたんですよね。だからたこ焼き売るのが 上手な人は多分何かを何を違うものを売らせても上手だからそれを物売りのプロになりたいってい話をしてたらめっちゃ話が盛り上がったんですけどまあこの話はねあのー、自分の持ってる必殺技つまり僕はこれを才能と受け取りますけどもそれはたくさんあるよってことだったんですよねだから僕が今もし持ってる一番だと思っているこの才能開運アドバイスってもの自体を取り除かれてもあなたはゼロからまた 今みたいにして、まあ、自分自身が収入を得ることができるのかっていうところに関しての質問だと僕は受け止めたのであの、いっぱいあると思います。それは僕が特別なんじゃなくて、皆さんもそれぞれあると思うんですけども、なかなか面白い質問だったなと思った上で、ちょっとこの話ね、上手にまとめて、えー、またね、あの皆さんの前でお話しさせていただいたらなと思ってますので、えー、楽しみにしておいてくださいっていうことです。はい。えー、今日もホテルからですけど、毎いつもね、あの夜撮ってると、今日は朝撮ってるんですけども、夜撮ると、何ですかね。 あのやっぱ食事とかしてちょっと酔ったりとかしててあのちょっとこうテンションがあの低いとかじゃないんですよねくたくたになっててその上でお酒までちょっと入ったりすると静かに喋ろうって思ってるとみんなから元気がないんですかって言われるので元気いっぱいですなので今日も講演会なので出会って頑張っていきますではいきますいきますよせーのおっしゃーということで今日も元気よくいってらっしゃい